どうもおはようございます。詩人の中です。よろしくお願いします。今日の名言はこれですね。下手でいい、不器用でいい、格好悪くていい、まっすぐに生きよう、まあ、というわけなんですけど、別にね、格好つけなくてもいいんじゃないですかね。僕なんかそのままありのまま生きてますけど、なかなか普通はそうはいかないですね。やっぱり学校だとか、あと親にね、あんまり悪く思われたくないと、あるいは友達にバカにされたくない、あるいは上司先輩にね、よく思われたい。で、近所にバカにされたくない。そんなことを繰り返しているうちに、自分が全くなくなっていきますよね。例えば、みんな中学出てるから中学行こう。あるいは高校行ってるから高校行く。周りの人間が、友達が大学に行ってるから大学行こう。ほて、挙句の果てに、みんなが一流企業行ってるから一流企業行こう。これ最終的には、親が勧めてくれた結婚だから結婚しよう。で、周りの人が離婚したから離婚しようってなわけでね。なんか、自分の人生なのに、周りに合わせて、周りの人生みたいになってますね。親の人生、ね、なんていうか自分の人生なのに、親のため、あるいは友達のため、恋人のため、結局はなんかつまんないですね。そう、もちろんそうせざるを得ない人生ももちろんありますけど、大概はね、自分で道決めれると思うんですね。ただ勇気がない、周りからいじめられたくない、笑われたくない、バカにされたくない、恥ずかしい、そんな心で結局はまあいっかってなっちゃうんですね。でも後々最終的には、ああやっぱり後悔 したなぁと、あああの時ああしとけばよかったって言っちゃうんですよね。いや、言わなければどんどんね、周りに回せればいいんです。周りの言う通りに大学行ってね、結婚もしてしっかりね、親のね言う通りに、友達のね言う通り、友達に合わせたりねすればいいんですけど、あ、後々にああこうすればよかったと言うならば、それはちょっともったいないですよね。僕はもうはっきり言って好きなように生きてますからね。もちろんやっぱりバカにされたりね、変な風に思われたりしますけど、まだ心地いいですね、逆にそれが。とにかくプライドがね、見え、いろいろありますけど、最終的には自分の人生であってね、もちろん親のおかげであって、友達のおかげであって、恋人がいるからというのもいろいろあるんですけど、やっぱり最終的には自分を大切にした方が僕はいいと思うんですね。自分を大切にすれば最終的にはですよ、最終的にはそれが親孝行にもなって、その恋人のためにもなって、友達のためになると僕は思ってるんですね。無理して無理無し無理して無理して最後に爆発するよりも、自分の好きなように生きて、ほて離れていく人は離れていってもいいと思うし、それはそれで、まあ、しょうがないと思うんですね。ということで、下手でいい、
不器用でいい、格好悪くていい、まっすぐに生きようでいうことです。どうもありがとうございました。